工合再構成は、強制治療、仮鉄式技師、インプラント、クラウン、ブリッジ治療のいくつかを駆使して、現在の工合を理想的な工合に構成し直すこと。疼痛などの具体的症状が存在なくとも、多数派の補鉄を行う際に、補鉄物の長期安定した維持を期待して、工合を変更することも含める。工合再構築とも、高校内には、 親知らずを除くと、通常28本の歯が存在する。これらは、経年的にも、知れず、後方面の摩耗が進行し、顎関節の変異も進行する。しかし、これらが病的状態に陥ることなく健康に、推移していれば何だ問題ない加齢的変化と考えられる。他方、虫歯、歯周病、歯が喪失、不正補鉄物装着、外傷による死がの同様。 傾斜、移動病的な摩耗、顎変異、顎運動の異常などを生じると、隠しがの三次的位置、交互面形態、隣接面コンタクト、知れず、顎関節の状態、顎運動そのものを、再度新規に構成し直す必要がある。このためには、十分な審査、具体的には、歯周組織精密検査、高組織精密検査、交互審査、顎運動審査、 フェイスボートランスファー、上下学印象、バイトチェックバイト、診断用模型作成、ワックスアップによる光合再構成の検討、スプリント作成、スプリント調整、工合調整、MRI-CT などの診察過程を必要とする。ありがとうございます。